はい、ということで今回なんですけども、原画師フェスですね、弾いていきたいと思います。今回新キャラ5体追加されまして、イラ・イザ、池田エライザみたいな名前やな、で、あとレイザ・ミューラ・クレイシア・エル・シエルゴですかね、この5体が追加されまして、イライザだけ 1%、 他 3% となっております。悪魔的ガチャですね。で、確定ガチャを買ったんで、3600円ぐらいしたんだけど、こっから、イライザが 25% 出てくるんですよね。だからマジでそこで引いときたい。こいつは名前忘れたけど、まあ、過去にいっぱい出てますね。で、既存キャラはすべてコンプしております。これ2回目だっけ来るの ?3 回目かな?まあ、とりあえず既存キャラは全部確保しているというところで、これが一番大事。ここでまずイライザ 1% を引いていくっていうのが大事。ここで引けば 25% なんで、マジでチャンス。頼む。ほんと頼む。ここが一番大事。まあ、これはインスタ絶対入るか。しゃしゃしゃ。オッケー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 。しかもこれ BGM ついてんじゃん。危な。BGM とかね、その辺は全部欲しくて一応集めてるんですよ。いや、これがね、1% なんですけど、こいつのね、まあ、武器がね、まあ、ちょっと変わってて、まあ、スキブマイナス2個と、で、お邪魔毒、雲耐性持ちですね。で、スキルもね、結構優秀で、消えないドロップ、バインド、覚醒無効、HP 全回復っていうところで、まあ一応1体ぐらい欲しいなと思ってたんですけど、まあ見事にね、引き当てることができました。アーチ、残り3体、違う4体か。残りね、新キャラ4体ですね、引いていきたいのは。で、今回は魔法石が、206個ありますので、なんか4、まあ約40連ですかね、引けるというところで、まあ、40連で、まあ、3% のキャラはそこそこ引けそう。ダイヤが4つ。で、結局さ、何がやばいかって、このガチャはさ、普通のキャラが出てくるところよね。青木新キャラ1体目、ミューラですね。まあ、正直、他のキャラは性能を把握しておりませんが、さらに割れていく。やば。シエルゴ。マジ?まあ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 。幸先いいっすよ。残り、レイジとクレシアとなりました。クレシア?クレシアはね、間違えちゃった。クレシアが可愛いんよ。引き手、そこは。さあ、残り2体となりましたが、で、どうでしょう?でね、正月のね、モンストに10万使ったから金がねえのよ。だからマジで終わらしたいんだけど、やべえ、なんかいきなり同じキャラ2体出たけど、きた、マジ?可愛くね、クレシア。えぐ、変身しまーす。可愛い。終わるぞ。フェスゲン来た。リューネ。あっち。いや、これはあるぞ。コンプ。残りレイジですね。まあ、レイジは正直ね、どうなんだろう。いや、なんかやべえ。あー、これ何?あ、ラビエルだっけ?あ、いや、これ、あ、待ち、おっしゃった。ラビエルだっけ?地味にうまい。あの、卵になるやつだよね。あの卵さ、地味に使うから嬉しい。さあ、さらにダイヤが来て。いや、終わってほしい。言うて終わってほしい。え、またラビエル来たんだけど。割れない。ラスイチ追うのきついな。ラビエルなんか何気に5体なって思った。はいはいはい。こいつなんだっけ?クロエ。クロエもこれ対象キャラ?進化見たらわかるか。あ、そうだね。はい。既存キャラはちょっと忘れちゃいました。ハンスは強かったよね。ずっと使ってた。てか、そんなこと言ったら結構もう半分来たわ。ダイヤ多めに欲しい。オッケー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 。割れろ割れろ割れろ割れたら終わり。ゼラー。いやー。この子かわいい。また来た。でも1体で正直いいな。いやー、ラスイチきついな。でさ、レイジを追うためにさ、課金するのもきついしな。頼む。出といて。ポロッと、ポロッと。来い。どう?お。終わったんだが。マジ?神引き。神引きだとね、なんか、バット評価がつきやすいんだけど、まあ、しゃーなしやな。ありがてー。で、一応魔法石56個あるんだけど、どうしよっかな。ちょっとね、まあ、一応既存キャラ一応揃ってるとは言ったんだけど、プリムがね、1体しか持ってないんですよ。プリム欲しいな。で、待って、俺さ、給料日が25日で、今13日。来週、再来週か。再来週コラボあるよな。まあ、一回行っちゃうか。引いちゃおう。せっかくね、動画ここまで見てくれてる方もいるだろうから、
まあ、負けじと最後まで引いちゃおう。で、もうこうなってくると、あの、星7以上の、あの、卵が来なきゃダメ。はい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 。こいつ来ましたね。回収4体目。回収めっちゃ出てんだよ。まあ、悪くはないけど、回収じゃなかったな。プリムが欲しい。さあ、ラストですね、これ。いや、と言ってももうなんかいいけど。1個可能性がある。さあ、どうだ？まあ、残念。渋いやつ来ましたね。徳川家康。渋いぜ。何気に少ない。一応、お気に入りしときます。はい、ということで、今回は、まあ、新しいこのガチャ引いてったんですけども、まあ、よかったわ。ちょっと一安心した。その 1% のやつを引くのがさ、なんだっけ名前。イライザって言いにく。がさ、マジで、どうしようかないんだけど、これちょっと上手くない？虹出てくんの。ね。まあ、こんなガチャ回してもしゃあないか。ということで、今回は、原画師ガチャを回してったんですけども、皆さんもね、引きましたでしょうか？まあ、正直引くかどうか迷うところではあると思うんですけども、引いた方いたらね、結果教えてください。ということで、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画も楽しみにしていてください。バイバイ。